あーすごい味噌の極みよっ寿司の舞い極みはいどうもクールズバード味噌先生イエーイ毎回おっとふざけた大人たちやはいということで、今回は何の新ギアを紹介してくれるんですか。はいどうもです、はいということで今回の商品はこちら外誘い外極み何これ。外根の誘い外根の極みになります。外根の根っていうのはまあこちらテントの中に敷くマット、はい、ああなるほどマットねこれにしては名前ごつい な広げてみればそういうことね。わかります。結構でかいっちゃでかいよ ね、 そうですね。マットにしては寝るの誘われんだよ。これ極めて極めてんだね。お極みいいな名前的に好きやな。ちょっとこれを今から開封しましょう。よっしゃじゃあ今からやっていこう。はいということでここまで広げたんで今から全部広げていきたいと思います。やっていこう。はいはい。はいじゃあタカさんの外根の誘いの方から、はい、まずバルブ2箇所開けてもらいますね。これですね。これは開ける回すだけでいいですか。回すだけで大丈夫。音聞いて音聞いて音聞いて。すげえ。これどこまで開けるんですか。あでもね今シューっていうぐらいもうあでいいんだ大丈夫です。なるほど。はいじゃあもう1箇所行きましょうか。もう1箇所じゃあこれですね。はい音聞いて音聞いて吸ってまーす。吸ってる吸ってる。インフレダブルマットって言って自動的にこれ空気吸っていくのでね。すごい。はい、ねなんか違う音も聞こえてきて虫になっちゃってるので鼻息。これちなみに、うん、どれぐらい膨らむのに大体5分かな。あ5分ぐらいちょっと、早い、はい、すごいすげえ早いじゃん。ミサの方も極み行きましょうか。極みはねちょっと比嘉さんに説明してもらおうかな。なんかちょっと違うまず初めに蓋を左側に回して、はい、左側コースですか。はいで今この状態が線が止めてある。音しないですね。シューって言わないよ。で空気を入れる場合は、はい、オレンジ色のところをこう押して。めっちゃ空気入ってる。お前黙れよ。でこれも2箇所あるのね。膨らんできてる。すごい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 。わすごい。でもう1個ある。もう1個。行きまーす。すごいすごい。膨らんでる。すごいすごい。ちょっとこっち乗んないで。こっち乗んないで。うわすげえ。ちょっとお邪魔します。抜けちゃった抜けちゃった。もうこれ閉めて良さそうですか。なんか良さそうですね。オッケー。今パンパンよ。もうちゃんと抜けるよ。体オッケー。オッケー。本当に戻せばいいんですか。こっち。どっちだっけ。こっち。あこっちですんですか。左に。左に。へえ。空気は入るけど抜けないという。すごい。これ枕は。枕は何。極みについてる枕。極みに枕ついてるらしい。めっちゃいいじゃん。これも同じオートバルブがついてます。開けてもらうとバルブ。あ、同じだ。一緒だ。すごい。でこれこうすればこう空気入って。で、そうですね。でこれで空気が入るけど。すごい。でこうすればいいですね。でさらにこの枕がポンプ機能になります。枕がポンプ。それ痛かった。枕がポンプ。空気を入れる機能がついてまして。でここを開けてみます。ああ、そういうこと。枕が連結できるやつ。すげー。この蓋の部分ですね。蓋なんだ。そして蓋の部分をこちらにつけて、これをこう空気が入る状態、ね、あったパチだって。でこれを、すごいこれ。なるほどね。さらにこうしてここからまた空気が入って、おーすげー。中の方から巻いてくる。すげー。いやすごいなこれ。めちゃくちゃいいよ。エアだと思えないぐらい柔らかい。中にウレタンが入ってます。そういうことか、はい、なのでウレタンの反発力で空気が一緒に入る。さらにこの特徴がもう一個ありまして、はい、こちらもマットにカバーがついてる。あ、本当だ。こっちはまだついてない状態なんです。あ、これついてないんだまだ、はい、まだついてない、はい、あそこに袋に入ってる。これおー、さっきぶん投げたやつだ。これなんだと思った俺。すごい。カバーが結構キャンプ場行ったりするマット汚れてる。汚れる。結構砂とかで汚れる、はい、汚れたらカバーだけ洗う。なんて素敵な。っていうかもう普通に家で使える。うわこれなんていう素材でしたっけ。これポリコットン。ポリコットンだそうだ。かわいい、ね、すごくいいわ。あ、DOD もかわいいなって。めっちゃいいな。でさっきタカさんちょっと言ってたみたいにキャンプ場だけじゃなくて家でもだよね。これそう
ほら内製キャンプに持ってくれたらちっちゃくなるじゃないですか、畳んだ時に、ね、だから急なお客さん来た時に出すマットとしても使い方としてできるから、ね、だからキャンプだけじゃなくて家でもこういうの1個あるとすごく便利。あとほら防災とか避難した時の避難所って板の間で痛いからこういうの持って行って体痛くならないっていうのがあるから、いろいろ使い道はあります。めっちゃいい。え、これサイズがあるんでしたっけ？サイズの方はですね、今極みの方が M サイズ。普通のベッドでいうと大体まあセミダブルぐらい。セミダブル違う、ちょっとオーサイズ L サイズ、まあ大人2人寝れるぐらい。もう一人寝る。あーすごい、180センチぐらいの大男2人が寝ても。誘われた、誘われた。こっちは極まれた。じゃあ俺も極まれた。いい、大丈夫。てかさ、これがさ、大人下手し4人寝れるじゃん。確かにね、このサイズ、うん、でもそれが入るこのテントもすごいよね。本当だね。これ M っすよね、かまぼこテント M。これかまぼこ M です。M、いや、でけえな。気づかなかった、俺。これ、うちはかまぼこテント M に入ってるの？入ってる、今入ってるよ。気づかなかった。すげえいいよ。いや、確かになんか4人家族とかだったら全然寝れるスペースあるね。うん、ちょうどいいサイズ感、本当に。じゃあ次これ畳もう。どうしましょう。嘘だろ。畳み方、やっぱ畳むの見たいから、ね、よし、だから教えてもらいながら行きましょう。ということで今から畳んでいきます。これバルブ開けて、はい、まずバルブ開けます。蓋をカバー外します。で、まず半分、半分2つ折りにしていただいて、バルブの逆側の方をのり巻き、あ、巻いていく、はい、ちょっとずつこう空気を押しながら。あ、これでもあれだ、こんな感じにこう気づいたもんね。お前ちょっと黙れよ、全然そんな抜けてねえよ。力入らんもん、俺も力が抜ける。うまい。いや、待った、マット1枚。いやいや、そんな何枚もいらん。コツとしては、一回軽く巻いていただく、最後まで。あと体重最後かけて、はい、今ある程度抜けたかなと思ったら、一回バルブ閉じて。あ、ここで、はい、で、また開きます。なるほどね、もう塩塩だよ、はい、で、ちょっとまた抜くときは開けなきゃいけないんですけども、うん、まあ、2回ぐらいやれば、でどこかで空気がまた溜まってきてだんだんきつくなってきたなと思ったらバルブ開ければいい。さあ、抜けたらバルブ閉めて、はい、紐、あできました。撃たれた。こいつはシート。そうそう、でもね、こっちはね、シートで取らなくても一緒に畳めちゃうんで。あー、これ綺麗になった。すごい、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 はい、できました。綺麗に、はい、ということで次しまうのも極める。まず俺これで極まんなかった。こういく、でも適当にこう、うん、こんなんでいい。あ、入った、入る入る、綺麗綺麗。じゃあいよいよ本番。先ほどのオートバルブを開けてもらって、今度は反対側の。おお、すごい。これこのままでいいんですか？そう、こう、そっちです。今度はだからこの状態にすればいいんだ。この状態だと空気は出るけど入らない、うん、なるほど、いい作りだぜ、極めてるぜ。じゃあさっき高田さんと同じな通りやればいいわけだ。2つ折りにしてもらって、2つ折り、はい。うおお、これだってあれ1回抜けちゃったら入ってこないってことですね。入ってこない。どうした、変だ。頑張れミサオ。あ、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 さっきみたいに軽くガツッと巻いてもらって、もう一回伸ばして。あ、そっか、締めなくていいんだバルブ、これは。うわー、そっか、極みながら。そうなんだ、これは、はい、極みながら。じゃああれだね、思ったより楽だねこれね。楽楽、これこれやらないで畳もうとしてたな。抜いて、まあ2回から3回ぐらいで。あー、結構抜ける感じになるので、無理しなくていいんだこれ。で、最後だけこうサイズ乗せて。もう抜けたんじゃないですか、これ。抜けてる。もう抜けてる。これで締めたら、いいんですよね。今2回ぐらい。2回ぐらい。すごい、トンボできた。吉川さんが一番納得してる。すごいな。めちゃめちゃ納得してんだよ。日々勉強です、本当に。俺らみたいにね、初心者が使うからこそ分かることもあるよね、うん、やっぱり。いやでも、こんなんで畳めちゃうのすごいな。すごい、めっちゃ楽だよ。本当に覚えたら一瞬だね。一瞬一瞬。いいね、綺麗に畳めたね。なんならさ、余裕あるもんね。余裕ある余裕ある。いやだ、畳み方うまい。うまいね、綺麗、うん、やっぱうまいんだよ、俺極めてっから。理想の極み、よっ。寿司の前言ってしまった。今何、ちょっとごめん、我慢できんやった今俺が。本当に申し訳ない。言わないけんと思ってしまった。
上手上手、すごい綺麗、すごいね。はい、ということで外根の誘いと外根の極みでした。ということで、いや、めちゃめちゃいいね。めちゃめちゃよかった。ちょっとあっちに戻ろう。はい、ということで、よっしゃ。いや、外根、誘いと極み、すごい。めちゃくちゃ好きやわ、極み。極み、すげえいいな、これも、うん。でもこっちの方がやっぱコンパクトでさ。そう、これ L で、大人2人寝ても広いのにこのコンパクトさはすごいな、うん。しかもマジでね、すぐ膨らむ。まあでもあれなんですよね、買ったばっかりだと最初少し膨らまない時間かかるかもしれないですよね。ああ、そう、うん。まあでも使っていくとこの速さだったらめちゃめちゃいいなって思う。ちょっと1、2分、うん、でも本当にそれぐらい。そんなだったね。餌の推しはやっぱ極みの方がやっぱいいかな。柔らかさ全然違かったね。ベッドだもん。ベッドだよ。で、枕も付いてるし、ポンプになるし。そうそうそう。極み畳んでる時に吉川さんが気づいたの。そう、意外と楽かもしれない。店員さん勉強になります。最初極みヌーク店員ですけど、モノマネキッカー出てきたら極みヌー今のモノマネ悪いじゃん。店員も本当にこうやってねやっていただくと勉強になること本当にあるんですよ。やっぱ初心者がこうやってしてくれると、そうですよね、やっぱ分かんないことが分かってくる、気づかせてくれる。なのでお客様も初心者だから手聞かないで入るんじゃなくてもどんどん聞いてください。確かに我々も勉強になります。どんどん聞いた方がいいです。でもこれ店舗置いてるんですよね。そうです、普段はもう広げた状態で置いてあるので、実際にだから誘いと極み試していただくことに寝れる、ね、実際試していい。実際畳んでみてくださいっていうことも可能ですから。そうですね、それ店員に。そうそうそう、そうだ、体験もしていただきます。あ、なるほど、畳む体験もしていただきます。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいねと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 Twitter と Instagram もやってるんで、そちらもお願いします。以上、気まぐれスプーンでした。バイバーイ。じゃ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 。いつから俺ね、歌だけでいこう。これ最後流すから大丈夫。